古列車がやってきます。これに乗って長野に向かいます。時刻表によるとこの列車はワンマン運転ではないようなんですよね。211系かな。211系ですね。乗ります。乗ります。ここから途中まで全面展望をご覧ください。こんな感じで小バス停駅をスイッチバックで出発しました。小バス停駅の下を通過中、前方右側には先ほど言ったバス停公園です。このまま列車は山を下っていきます。そして列車は桑野原信号場に差し掛かりました。信号場入りました。小バス停と桑野原信号場のダブルスイッチバックです。列車の行き違いのため3分ほど停車いたします。松本行き普通列車の退避のための停車でした。先ほど小バス停に来た時とは逆にぐんぐんと下っていきます。稲荷山です。一番左側です。篠ノ井です。お乗り換えのご案内です。南鉄道線八代上田方面普通上沢行きは1番線から15時56分の発車です。射、篠崎駅を発車です。列車川中島に到着です。川中島を発車。川中島は川中島の合戦があった川中島でしょうかね。多分そうでしょう。北陸新幹線が追い越していきました。青森です。お天気は左側です。次は長野終点です。7番線お出口は左側です。お乗り換えのご案内です。北陸新幹線は乗り場11番線から14番線です。次は終点長野です。568号東京行き16時18分は15時58分。バス停行き良かったですね。非常に見学ができました。終点長野です。ご乗車ありがとうございました。しかしこの115系が止まってます。あ、そっか。長野は新幹線も地上ホームがありましたね。はい、終点長野到着しました。よし。ここはでもね、ニューデイズもあるんだな。はい、それでは週末パスで長野駅出場です。よいしょっと。長野到着しました。はい、長野駅到着しました。いかがでしたでしょうか。今日の小バス停駅、なかなかいいところでしたよね。スイッチバックが珍しい、そして景色が綺麗、いいことずくめだったです。皆さんも機会があったらぜひ行ってみてはいかがでしょうか。それでは動画はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またね。明日も撮るよ。